焼肉特急ってすごいな。でもランチ780円から安いね。焼肉ランチで自分で多分テーブル焼くタイプですもんね。で780円が普通ですね。ケンタが混んでるの？ケンタが混んでて、スチローも混んでると。ああ。ああ、でもローソン出てきたね。ひとまずローソン行くっていう手もあるか？でもここでローソン使うは、ちょっと甘いか？あ、前になるなぁ。あとは駐車場混んでるのは全然。止めてそうにね。終電。あ、9回。天下一品あった即納ってなってるな。目かな、外すな今日。天一あったらそれは無条件な。今日恨めるね。チョコ鍋なんてもうあるよ。これ即納やったか、大変まずじゃん。ビッグバン、ビッグバイナー、どういう？どういう駐車場だっけ？さあ、住宅街の方まで来ましたね。これが仙北ニュータウン。泉ヶ丘のニュータウンかな？大阪狭山やな。まずい。大阪狭山の方に入った方が良さそうだけど、入れそうにない。ああ、しまった。ああ、これは、あっち行った方が良かったね。もう気づいた時には、車線を埋まっちゃってましたね。岸本の方に行っちゃうとまずいね。どこかで曲がらないとまずいけど、そもそもなんかこういう大変なところね、これ前止まるし、でそこからさらに合流来るの、ちょっと待って、でも右折の方も出れないでしょ。方向なかなか大変よ、これ。おいしいね。マジか。急に混むやん。それなかなか出勤きついね。さっきの左入らんとまずかったね。これまた南向いちゃうもんね。わあ、だけどないのか、もう交差点が。ここ入るしかねえ、とりあえず。ここ入って戻る。ああ、一つ先だったか。もう一つ先の方のが良さそうなんだな。むずいな、これ。
て、これで堺の方にまた戻れるね。完全に住宅街でなんか走るみたいけど。おーの。曲がったけどいいのかな。なんかノリで曲がっちまったけど。曲がって合ってるんですか。正直何も分かってませんよ。ん？今のは曲がった方が良かったんじゃないんですか。大型車ご遠慮くださいとか出ちゃってますよ。大体良くない道ですよ、そういう時は。ああ。なんか住宅街の縁のところをずっとぐるぐる走ってる感じになってるけど。いいんですか、本当に。これはきっと良くないと思いますよ。やべえな。今これまだ堺市なのかな、泉市なのかな、わからねえ。あれ、ストッカーで。あ、オダホドか。は？は？何？は？デンタルクリニックね。はいはいはい。で、これが、何？松花台？どこ？松花台で合ってんだろうね。運型も自体が怪しいよ。あ、ここら辺ならもう。巻塚台か。巻塚台。Hey, hey, 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 hey.